みなさんこんにちは。ポンとうたたねの秋谷美代です。今回も本の便利グッズの紹介をしたいと思います。今回紹介するのはこちら。これだけ最初に見た時はなんだかわからなかったんですよ。これ何だかピンときた人はいるでしょうか。親指しおりというらしいです。他にも別名親指ブックページホルダーっていうらしく、なんかいろんな名称があるみたいなんですけど、こちらお値段が80円らしいです。ちょっと安すぎてよくわかんないんですけど、この親指しおりはプラスチックで可愛いものだけじゃなくて、金属製のかっこいいのも見つけたんですけど、それはなんか5、6千円するみたいで、本が10冊ぐらい買えますね。ではこちらの親指ホルダーの使い方を説明したいと思います。まず親指に刺して、この三角の部分を本の真ん中に合わせますです。いつも片手で読むときはこういう風に本を持ってたんですね。でこれだと結構小指が疲れちゃうんですよ。でもこの親指しおりを使うととっても持ちやすいので、片手で読みやすくなるしおりです。こちら親指しおりっていうからには、こう読みやすいだけじゃなくてしおりになるっていうことに私はさっきまで気づかずにいたのですが、こうして挟むとしおりにもなるので、まあ、ちょっとだいぶ本が離れちゃうんですけど持ち運びもできるかなって思います。使い方を調べたんですけど、本を開いたまんまでその真ん中に置くっていうのがあったのでやってみたいと思います。ハードカバーだと、まあもともと開いてるので、まあ、置きっぱなしにはできるんですけど、このそもそも届かないですね。ここの安定感もないし、プラスチック製で軽いのでちょっとよくわかんないです。じゃあ続いて雑誌でもやってみたいと思います。これもブランコになりますね。風が吹いた時に閉じちゃっても置いてあるからしおりになりますね。わからない使い方がわからない。文庫本には使いやすい、ハードカバーには必要ない、雑誌にも多分必要ないって思ったんですけど、ソフトカバーのちょっと大きめの本で使った時に一番感動しました。これも結構大きいので、しかも分厚いんですね。だから広げづらかったんですけど、この親指しおりを使うと全然力をかけなくてもバーッと開くので、とても読みやすいです。ソフトカバーにおすすめですね。だから多分漫画とかもとても読みやすいですね。こちら普段読書をしている時も使っていたのですが、使ってみた感想としては慣れない。電車とかで立ちながらとかでも読めるんですけど、まあ、結局ページめくる時は両手だし、私はこれを持ち運ぶのが難しかったです。親指しおりのおすすめ度は星7つです。やっぱり単行本を片手 で指が痛くならず、同じ持ち方のまんま長時間読めるようになったっていうのが私の中ではとても発見でしたね。結構セットで売ってることも多いみたいで、友達とかに紹介してみたら面白がってもらえるかもしれません。親指しおり使ったことあるよっていう人とかいたらコメントで教えてほしいです。使い方とかおすすめあったら教えてください。そしておすすめの便利グッズがあればぜひコメント欄で紹介してほしいと思います。それでは皆さんも夜の読書をお楽しみください。おやすみなさい。でもなんか木とかでも可愛いんだろうなって思いました。木か金属でここが
こう平たいのじゃなくてこの三角と同じぐらい分厚い文鎮みたいな形だったら可愛いかなって思います。